こんばんは。解説役の伊沢酔咲也です。生徒役のチルノなのだ。今回は番外編です。でも、なんでシーボルトなのだ。チルノは寺子屋でシーボルトのことは習ったでしょ。なんかスパイ事件を起こしたのだ。その事件をシーボルト事件って言って、シーボルトは追放になったのだ。そうね。私もそう教わったわ。でもこれを見て、ある事件を動画にしようといろいろ調べてたら、上記の年表のようになったのよ。どう思う？ある事件って何なのだ。それがわからないと何とも言えないけど、ある事件の勃発直前にロシアの要人と会ってるのは、不自然なのだ。そう思うでしょ。というわけで今回はシーボルトはスパイだったのかと題して、シーボルトに迫ってみようと思うわ。シーボルト事件は、江戸時代後期の1828年、シーボルトが金製品の日本地図などを国外に持ち出そうとして発覚した事件。シーボルトって、一体何者なのだ。やり手のスパイなのか。じゃあチルノ、これを読んでみて。シーボルト、フィリップ、フランツ、フォン・シーボルトは、1796年、ドイツ、ユルツブルク生まれの医師、博物学者、1823年、長崎出島のオランダ商館へとして来日。私塾、鳴滝塾を開いて蘭学者らに西洋医学を教えながら、日本の動植物や、日本文化に関する資料を収集してヨーロッパに持ち帰り、それをもとに日本に関する著書を発表。当時の日本研究の第一人者になった人物、シーボルト定者見学者さんだったのだ。そんな人がなんでスパイになったのだ。じゃあ次はここを読んでみて。シーボルト事件、1826年、シーボルトはオランダ商館長の随員として江戸に散布。この時天文、地理学者の高橋景康と出会うことになった。ちなみに高橋景康は、伊能忠敬の大日本沿海予知伝図を完成させた人物よ。この旅は、シーボルトにとって日本の国情を直接視察できる好機であった。一方ロシアの同盟と極東アジアの地理に強い関心を持っていた高橋景康にとっても、シーボルトの知識を得る絶好の機会だった。高橋はシーボルトに接触し、教えを請うた。シーボルトはこの申し出に対して、代償として日本の物産記録や江戸の地図を要求した。後日長崎に帰ったシーボルトから高橋の元に手紙と小包が届く。その中にはマニア林蔵宛てのものも同封されていた。高橋はそれをシーボルトの依頼通りマニアの屋敷に届けた。小包を見たマニアは、差出人が外国人だったので、外国人との交信を禁止している幕府の規定に従い、小包を開封せずに奉行所に届け出た。奉行所で中身を調べたところ、中には手紙と輸入品のビロードの布地が入っていた。手紙はオランダ語で書かれていて、シーボルトの署名もあった。その内容は、マニア林蔵殿の学問的業績に敬意を表す証として、この花柄模様の布を贈呈します。つきましてはヨーロッパに帰国後、他国の地図を送るので、江戸の植物の押し花をいただけないでしょうか。奉行所は高橋景康とシーボルトの関係に注目し、高橋景康の内定を開始した。それから4ヶ月後の1828年9月17日、シーボルトが5年の任期を終えて出国する直前、九州地方を台風が襲った。この台風はシーボルト台風と呼ばれたりするわね。この台風の影響で、シーボルトが乗る予定であったコルネリス、ハウトマン号が長崎港内の稲佐村の海岸に座礁。その浮上作業を通じて積み荷を検査したところ、金製品の日本地図、葵の紋付き片びらなどが次々に見つかった。その結果、高橋景康は逮捕されて投獄。後に獄死、シーボルトも厳重な取り調べを受けて国外追放になり、その他オランダ通訳など数十名の関係者が処罰された。やっぱりシーボルトはスパイだったのだ。チルノ、そう結論を急がないで。これは現在そのように言われている。っていう通説なんだから。じゃあ、スパイじゃないのか。次の章でそこら辺を見てみましょう。反論その1、1996年に発表された論文、ランセン・コルネリス、ハウトマン号とシーボルト事件によると、座礁した船には、船体を安定させるためのバラストとして輸出用の銅貨しか積まれておらず、日本地図などの金製品は積み込まれてなかったそうよ。また、シーボルトの著作、日本にある、シーボルトの長男、アレキサンダーが記述したシーボルト訳伝によれば、長崎のシーボルト宅の捜査はあったが、積み荷が捜索、押収された記述はないそうよ。通説と違うのだ。積み荷から金製品は発見されてなかったのだ。
反論その2、シーボルト事件を扱った畑真嗣氏の文政11年のスパイ合戦によれば、シーボルト事件以前にも、多くの地図が公然の秘密として海外に持ち出されていたことが示されているわ。偵察機も、人工衛星もなかった時代、軍事上、地図は超重要な機密だったことは理解できるけど、まさか公然の秘密で、海外にダダ漏れだったとは驚きだわ。シーボルトだけ罰するのはおかしいのだ。不公平なのだ。ただ、地図自体は見つかっているんだけどね。どっちなのだ。はっきりするのだ。2019年12月27日、シーボルト事件、発覚過程記す新資料見つかる、江戸路建設を裏付ける、記事によれば、金製品の地図は船じゃなくて、別の場所で発見されていたそうよ。これはこれで、今後の研究に期待ってことね。前述の畑真嗣氏によれば、シーボルトがスパイしてまで地理情報を盗もうとしたとは思えず、シーボルトの貪欲な知識欲、科学的興味からの行動ではないか。事件の真のターゲットは、当時の代表的乱壁大名の、第8代、薩摩藩藩主、島津重秀は、多数の大名に縁組みさせて県政代。しかも薩摩藩は、琉球との密貿易で巨額の利益を得て、さらにはオランダ密貿易をも狙っていたとして、幕府は、重秀を失脚させるために、重秀にとって不利な証拠をシーボルトが国外に持ち出そうとした金製品の中から探し出し、失脚を図った。または牽制が目的だったのではないか、という説を唱えているわ。これはだいぶ後の出来事になるんだけど、開国後の1861年、イギリス海軍の測量艦アクテオン号が、勝手に日本沿岸の測量をした時、幕府役人が所有していた伊能忠敬の地図の写しを見て、その優秀さに驚き、測量中止を条件に、幕府からその写しを巻き上げたという話もあるから、畑氏のシーボルトおとり説にも説得力があるわね。幕府が金を犯してたのか。それじゃあどうしようもないのだ。反論その3、3つ目の反証は、妄想にしか過ぎないかもしれないけど、シーボルトは日本に愛着を持っていたこと。いくらなんでもそれはありえないのだ。愛着のある国を、スパイしたりしないのだ。あら、そうかしら。シーボルトが収集した文学的、民族学的コレクション5000点。哺乳動物標本200点。鳥類900点。魚類750点。爬虫類170点。無脊椎動物標本5000点。植物標本1万2000点。それぞれ概算値よ。これだけの量を公務の傍ら収集整理するのは並大抵ではないわ。何らかの思いがあってこそだと思うの。熱意は認めるのだ。でもその熱意は愛情とは限らないのだ。野心かもしれないし、金銭欲かもしれない。ただ単純に知的好奇心かもしれないのだ。手強いわね、チルノ。じゃあ次のお話。未だに知覧和親条約が結ばれず、シーボルトの日本追放が解かれていない1852年、アメリカ合衆国は、日本に対する通商交渉施設の派遣を前もって幕府に通告してくれるよう、オランダに依頼したわ。え？じゃあ幕府はアメリカ艦隊が来るってこと、知ってたのか？そうよ。オランダを通じて知っていたのよ。知らなかったのだ。その頃オランダにいたシーボルトは、日本対外条約試案を起草し、植民大臣に提出。植民大臣はシーボルト試案を採用し、国王の許可を得た後アメリカの艦隊より先に幕府に届けさせたわ。シーボルト試案の内容は、通称は長崎一行に限ること。幕府は長崎への駐在公使を受け入れ、通商承認のための居留地を設けること。外国人との通商は、江戸、京、大阪、堺、長崎の5カ所の大商人に限ること、など合計6条からなるが、これは要するにカンペ、つまりカンニングペーパーだったわ。日本の風習や法律に配慮して作成した試案だから、これを叩き台にして交渉に当たりなさい、って言ってるようね。しかもご丁寧に、なんなら、他の国と条約を結ぶ前に、オランダと予備交渉を行ってはどうか、という添え状付き。過保護というか、心配性というか、シーボルトがどこまで関与してたかわからないけど、試案の内容から見て、心配だったんでしょうね。うまいこと言ってるけど、そんなうまい話はないのだ。正直に本当のことを白状するのだ。そんなの当然でしょ。オランダはオランダの利益に基づいて行動してるんだから、まあともかく異常のような成り行きから、アメリカ艦隊の日本行きを知ったシーボルトは、ペリー艦隊の一員として日本行きを望み、雇ってくれるよう申し出た。しかしペリー提督は、これから日本を開国させに行くのに、国外追放になった奴を連れて行けるわけないじゃん。と取り付く島もなく申し出を拒否。しかしシーベルトは諦めない。
大物政治家や権力者にロビーングしてペリー提督に売り込んだ。ペリーはこれも断固拒否した。公正、断るのには相当難儀したと辞書の中でも触れてることから、相当しつこかったと思われるわ。今ならストーカーなのだ、警察案件なのだ。推測だけどこれには原因があって、シーボルトが国外追放になったからなのだ。それもあるけど、ペリーは遠征前、シーボルトに意見を求めていたの。シーボルトはペリーに、くれぐれも、日本に対して武力行使はしないように。それから、日本人はお前らと違って誇り高く、真偽を重んじる人々だから、誠意を持ってゆっくりと交渉すれば、遠征は成功するだろう、と忠告したわ。でもペリーは、内心では武力で脅して日本を開国させることを目論んでたから、ジャガイモ野郎のドイツ人を随員に加えると、いろいろと厄介事になるんじゃないかと思って、シーボルトの要求を断固拒絶したっていう話もあるわ。結局ペリーは武力を持って奉還外交をしたから、シーボルトの忠告はあんまり聞いてなかったのだ。同じ頃、ロシア帝国のエフィム、プチャーチン提督もシーボルトに意見を求めていたわ。外国に対しては、長崎の港しか開いてないから、まずは長崎に行くといいでしょう。それから、ペリーにもこのことは当然伝えていたでしょうね。で、これがペリー提督とプチャーチン提督の航路よ。プチャーチンはちゃんと長崎に来てるでしょ。すごい。あのロシア人を口先だけで従わせているのだ。ペリーは大砲撃って威嚇したりしたけど、プチャーチンはシーベルトの忠告を守り、礼儀正しく長崎に来て、奉還外交をすることもなかったわ。ペリーとは大違いなのだ。シーボルトは両者に同じようなアドバイスをしたと思うんだけど、ペリーが選択したのは奉還外交だったのよね。江戸東京博物館の小林純一副館長は、ペリーはシーボルトを知っていたが、彼のやり方を参考にせず、武力を背景に開国を迫った。その結果、幕府が折れて鎖国が解かれることになった。同じ対日政策でも、シーボルトの方は貿易の振興によって開国しようとするものだった、と指摘しているわ。日米和親条約締結後、シーベルトは、世界各国との航海と通商のために日本を開国させるにあたり、オランダとロシアが成し遂げた努力についての真実の記録、と題した小冊子を出版した。それは、日本とアメリカの交渉と条約を完全に無視したものだった。小冊子の長ったらしい題名を聞いただけで、それはお冊子なのだ。ペリーは著書の中でこの小冊子を批判し、明らかにこの冊子は、鬱積した虚栄心の産物であり、二つのあからさまな目的がはっきりと見て取れる。一つは著者自身に栄誉を与えること。そしてもう一つは、合衆国と日本遠征を非難することである。さらに続けて、シーボルトとロシアの親密な関係を思えば、日本人が彼をロシアのスパイと疑ったこともまんざら間違いとは思えない。彼が遠征隊に同行しようとしたのは、この計画を失敗させようとしたからではないか。彼は、提督が忠告に従ったので条約締結に成功した、などと平然と主張するような、途方もない実心の持ち主である、と痛烈に批判してるわ。やっぱりスパイだったのだ。しかもロシアの、まあまあ落ち着いて。シーボルトがやってきたことを考えてみて、幕府に対して条約案を策定したり、平和的に交渉するようにアドバイスしたり、日本に行きたがってペリーを煩わせたり。そんなことする人物が本当にスパイだと思う？わかんないけど、ペリーはそう言っているのだ。まだそんなこと言ってるの、仕方ないわね。じゃあ後編では違った角度から、別のエピソードを紹介してあげるわ。今説明してくれるんじゃないのか。もうロスタイムだし、前編はこれでおしまいよ。あたいは後編が待ちきれないのだ。早く後編を作るのだ。頑張ってみるわ。シーボルトがスパイだと思う人も、いや、スパイのわけないと思う人も、高評価、チャンネル登録、コメント等よろしくね。ご視聴、ありがとうございました。